フレッシュ人参ジュースからスタートしました。結構ね、今日は登山なんでしっかりめに朝食べていきます。朝ごはんはやっぱりウインナー、米を食らう。おはようございます。今ちょっとね、朝ごはん食べてメイクをちょっとしながらなんですけど、とうとうですね、10月の終わりに金沢に行った後、三輪大社にね、奈良県の三輪大社に来るっていうことが決まりまして、とうとう本日三輪山東拝って言って、山を登って一番上のね、なんか岩倉のところにお参りしに行くっていうのをやろうと思ってるんですけど、いけんのかな私結構本当に結構本気の登山なんだって。あ、ちょっとメイクしながらです、すいません。そうだから、ちょっとね、自信は全く持ってないな。あ、これ旅行中だからもうね、めんどくさくてちょっと指でアイシャドウ塗ってるんですけど、そうなんですよね。昨日ここに来る前の日に名古屋のね、大野城、大野佐治城に登ったんですよ。そこも結構すごくて、なんか登るみたいな感じだから、もう足がパンパンになっちゃって、でさらにね、またね、また菅原道真にあったのよ、そこでね。動画ね、見てくださった方はご存知かと思いますけど、もうさ、なんか1回目で2回目で偶然だなと思うけど、3回目だと運命じゃないとかって思い始めません3回やってね、びっくりしちゃうよね。このホテル、ようこそホテルルートイン、桜井駅前にいるんですけど、で最初近鉄奈良駅の方にホテル取ってたんですよ。でもなんかね、1週間ぐらいしてから、あれ、なんかちょっとやっぱりなと思って、三輪駅のすぐ隣の駅の方がいいかもしれないな、近い方が朝早いしと思って撮り直したんですよ。なんかわかんないけど一回キャンセルして、もう一回ここのね、ルートイン桜井駅前に予約を取り直したんですよ。ついこの間ね、今日の1週間前ねぐらいに、そうだと、三輪山、大宮大社ってみんなさ、大物主が主祭神で、お酒の神様だし、蛇が御神体ということで、日本酒とね、卵を持ってよくお供えしてるらしいんですよね。でも私、卵と思ってせっかくだから聞いてみようと思って、卵なのって言ってこんな、なんか他にもっと違うものが良かったりとかするんじゃないのって、なんか欲しいものあったら持ってきますよって言って言ったら、すごいなんかね、パンってみたらし団子の映像が来たんですよみたらし団子ってしかもなんかのさ、よくさ、ほらコンビニとか関東の方とかで売ってるさ、この丸くて球体のこうやって3つついてるみたらし団子じゃなくて、ちょっとわかります、なんかね、ちょっと平べったくって、なんつうのかな、こんなの売ってるかなと思って、で、まあじゃあ三輪の駅に着いたら近くで買って登ればいいかなとかと思ってて、で三輪山の駅の近くでこうやってみたらし団子みたいな感じででも画像がもうさ来たから、その画像に近いやつをずっとこうネットで探したんですよね。さあ、ないな、三輪の周りないなと思って、じゃあもうちょっと範囲広げてみようと思って、こうやって広げたら、なんとここのホテルルートイン桜井駅前店の目の前にあったんですよ、店。ぴったりビンゴと同じようなやつ本当と思って、私だからホテル移動したんじゃないのみたいなぐらいね、そうあったんですよ。しかもさ、分かるかな、映像後でちょっと本物見せたいんだけど、こういう、他のあんまり映しちゃいけないの、こういうやつ、こういうの見えます、こういうやつよ、みたらし団子っつっても、こんなの送られてきたってさ、そんなに売ってないよないじゃんと思ってすごい探しちゃったね。なんかその
映像が来てとかって言うじゃん。どうやって向こうがコンタクトを取ってくるかとかっていうね、話とかをなんか気になる人がいたっぽくて聞かれたんですけど、例えばさ、みんながさ、あの携帯でこうやってあのメールで写真添付したりとかさ、あとなんかこうメッセージアプリとかでこう写真とかをさ、あの共有とかってピッて送るじゃないですか。あれってさ、電気信号でピッて送ってんでしょ。あれと同じで、あのなんていうかな、どうなんとかですかって質問したら、ここにここら辺にさ、ウィンみたいな感じでこうモニターみたいなのに、まあ、イメージで、モニター出てこないけどね、モニターみたいなイメージでこれにウィンってその映像が浮かぶの、そんな感じです。不思議だよね、なんでだろうね、これも全然わかんない。私はなんか霊媒者とかじゃないし、霊能者とかじゃないし、なんかよくわかんない謎の力を持ってるだけなんで、あのそう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 、力を持ってるっていうか、謎のなんかこう能力を搭載されて生まれてきたんでそう、なんかそんな感じなんですけど、そうだからコンタクトとか取ってたりとか、何かが見えた時はなんかそういう感じでこう、まあ、大体なんか向こうがなんか伝えたいと、映像で伝えたい時とかはそれでもいいみたいな感じですかね。あとはもう普通に声が聞こえるぐらいですかね、という感じです。さっき言ってたお団子屋さんね、駅の目の前なんですしかもその名もひみここちらでーす、ひみこ様行ってみよう。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。お持ち帰りってできますか。できますよ。ひみこみたらしを3本ください。はい、できたてだった、あったかいちょっとなんか水平にしてお持ちくださいって言われたんだけど、どうしたらいいと思う。水平難しくない。ちょっとしまってね、お届けしたいと思いますよ。ちょっとやっぱり水平は無理かもしれないですリュックの中でぐちゃってなってそうですけど、ああれじゃない、ちょっとビルの向こうに見えるのあれ三輪山じゃないかなと思うんだけどですね。卑弥呼の目の前が桜井駅なんで、ここから一つですね、一駅三輪まで行ってみたいと思います。 JR だった、 JR の方でしたわ。よいしょ、これになります。じゃーん、三輪駅に着きました。そこからですね、日本最古の神社三輪明神。そう、ここってなんか三輪明神って昔ね言われてて、明治以降じゃないかな、三輪大社になったのって。大体昔なんかあれだよね、あの明神だったよね。標識いっぱい出てるから行きやすいね。こっち、こちらですみたいな感じで書いてありますね。今日もね、いい天気ですね。あ、ミムロだ。ここミムロ、あの、あれなんだよね、私ミムロ杉ってお酒が買いたいんだよね。なんかね、恵比寿神社の方とか、多分向こうかな。あのミムロ杉っていう、あの酒蔵のね、あのアンテナショップみたいな、アンテナショップ、あの販売してるお店があるんですよね。なんか全部手でこう何、機械を一切使わないで昔ながらのお酒作りしてるっていうところ。なんかね、一回なんか飲んでみたくないですか。お酒のなんか発祥地だよね、これ、ね、三輪からお酒作りが始まったって言われているからね。そうそう、私思い出したんだけどさ、あの金沢のさ、あの石浦神社でなんかここちょっとやばい、封印とかないととかって言ってたやつね。私なりのやり方でね、封印をね解いてみたんですよ。そしたらね、その日のあの夢の中、その日の夜の夢の中にすっごいでっかい大蛇がね2柱出てきたの。大物主ってさ、あのヘビって言われてるじゃない。絶対あれ大物主だよね。隣にいたのが少なびこななのか、でも少なびこのって蛇体だっけな、
ちょっと分かんないけどね、まあ、神様ってほら2人で一緒に出てきたりとかするじゃんよく。すごい大きかったんだけど2つとも。でもね、一つがあの男性神で一つが女性神だと思う。ちょっとね、右側の蛇がちょっと小ぶりだった、うん、左側の方がちょっと大きかった。なんかね、あのいろいろあるじゃん、倒廃するまでにさ、たくさん神社がいろいろあるんだけど、とにかくまっすぐ行かないといけないんだと思うのね。一番最初に行かないと怒るんでしょ。一番最初に行かないといけないから、全てをすっ飛ばして大物主のところに行こうと思ってるんですよ今日ね。で、まあさすがに払い宿だけは行った方がいいですよねって聞いたの。したら大丈夫って言われた。とにかくね、まっすぐ来いという感じだったから、ちょっとまっすぐね、このまま山に登りに行こうと思います。どこにも寄らずに。火の鳥、うわ、明神って書いてある。あ、そう、さっきの蛇の話ね、2体出てきて、多分お礼を言いに来てくれたんだと思う。よかったです。よかったですわ。もうね、多分あそこ大丈夫と思う。僕ハラードさんとこだ。ハラード神社混んでますね、さすがにね。全ての役を払ってから入らないといけないとかっていうね、いう場所ですよここは。だけど大物主が大丈夫だよって言うから、私そのまま行きます。ここで倒廃の受付やってます。薬道を抜けて、はい。あ、今日ってさ、天音日とかっていうやつだよね。天音日、しかもね、あ、こっちか。しかもね、今日ってうさぎの月のうさぎの日なんだよ確か。そうそうです、う月うびなの。でさ、ここってさ、あの大国主とか祀られてるじゃん。大国主ってさ、うさぎだよね。稲葉の白うさぎでしょ。なんか私そういう、そうだから、あ、ここにしか来れないなーなんて思って手帳見て、うずきうび、え、しかもここうさぎの銅像ある場所じゃよねと思って、揃うなぁ、いろいろね。こちらから薬道に入ります。薬道ってさ、こうやってさ、こういうのいろいろ天然の薬になるものを植えてるとかって確か言ってた気がするな。片栗です。あ、陶器、おお、陶器ね、陶器、芍薬の陶器じゃない。これ間違いなくまっすぐ来てよかったパターンだよ。もうダメだ、すでに疲れてる。はあ、私昨日のあれだね、名古屋の城が効いてる。めちゃくちゃ足が筋肉痛なの今日。登れるのかしらこれ。これスクナビコナだ。スクナビコナはね大事よ、サジ家でも大事にしてる神様だよ。祭神社に着きました。山の中にお手洗いがないっていうからね、お手洗いに行った方がいいと思います。よし、行こう。あそこだ、東海受付。
ロッカー開いてるかな。よし、ロッカー先行っちゃおう。ちょっとね、ここからカメラを止めたいと思います。止まったけど、ここにね、浸水があるんですね。カップで飲めるようになってた。あ、ペットボトルここで洗って、ご浸水汲いでくださいだ。あとでちょっとお水を汲みに来よう。いや、到着しました。ちょっとまずは出ようかな。あのね、山用のストックいるよ。無理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 。マジで無理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 。足パンパン、足パンパンですよ。なんかね、往復で2時間ですみたいな感じだったの。私3時間かかったよ。3時間かかっちゃった。お腹ペコペコだし、まずね、最初のね、20分ぐらいね、登った段階でね、ちょっとね、一回後悔する。あ、ちょっとあれかななんつって、やめた方がよくないかなつって。ちょっとね、一回後悔しますわ。東海、うん、そうね。あのね、マジで登山、これ。いやー、疲れた。疲れたけど、充実したわ。で、ちょっと三輪に来たんでね、おそうめん食べたいなと思って、三輪そうめんね。でももうね、2時になっちゃったの今日。他のところもまだ全然何にも言ってないのに、もう2時なんですけどみたいなね。ちょっとね、上で開けちゃったもんだから、こんな感じになって、登山のなんか辛かった後みたいな感じでね。あ、やばいやばいやばい。朝ね、あったかかったの、またこれ、こんな感じ。これですよ、大物主が持ってきてくれって言ったやつ。こんなのないでしょ、関東ではないよね。私とかみたらしって言われて、これ映像来なかったらわからんかったわ。食べよう、いただきます。うん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 、うまい。あとはね、まあ、ちょっと今ね、最初に通ってきたところのスクナビコナとか五木島姫とか、なんかいろんなところお参りしつつ、おそうめん食べに行きたいと思います。沈め池、登山でびしょびしょなの頭。結構でもね、中は日陰っていうか、なんていうの、森の中だから、山の森の中じゃない、山の中だから、生い茂ってて、全然なんかね、そこまで紫外線超すごいって感じじゃなかったから、帽子かぶんないで登ったんですよ。あ、スクナビコナのところに行こう。スクナビコナはね、さじけの守り神。
でいこうな。大人気。つくなびこなってさ、薬の神様って言われてるんですけど、あのね、戦闘の神様、戦闘戦う方ね、戦闘の神様だよねと言われてるから、うちも水軍なんでね、やっぱ戦いが、海の戦いがね、守られるように、戦いが守られるように、戦いで守られるようにっていう感じで、スクナビコナをね祀っているんです。っていうか、私はどこに向かって歩いてるんでしょうかね。これどこに行くんだろう。もうまた全然違うとこに出るけ。どこから来たっけ本当に、もう大丈夫。あ、駐車場に出ちゃうんじゃない、こっちじゃない気がする。そうだ、私薬道を通って最新社に行ったんだった。まだ全然なんか大宮大社に全然お参りしてなかった。やれ、メインどころまだでしたメインどころっていうか、私の中ではさ、メインどころはもうさ、あの皆さんの後輩なんでね、あれなんですけど、あ、でも逆に人が少ないから今がチャンスかも。よいしょ、ちょっとお参りしたいと思います。そう、なんかね、大宮大社って確かこの中にさ、あの今年お主、これ恵比寿なりだっけ、確かどうしたっけ、恵比寿、これ今年の主、違うな、多分今年の主、これ恵比寿なりだったと思う。なんかそういうさ、あれが残、書物なんか書いてあるやつが、ちょっとごめん詳しくないけど、なんかそれが残っているらしいんだよね。だから恵比寿様は今年の主だっていう、だし行く場所行く場所恵比寿様もいるからね、多分だから今年の、あ、滑る、玉砂利が滑る、ことしろ主、ことを知る主、言葉を知るものっていう意味だよね、ことしろ主。だからね、大事に言葉を使っていこうと思います、私。ということで、ね、宮大社主催神大物主、大名口の神、神なんだね、大名口の神、スクナピコナの神でしょ。名古屋の佐治神社もこの2つを祀ってますよね。うん、何回も言ってるかもしれないけど、佐治家龍神信仰なんで、私今誰にお参りしたの？あれ？拝殿まだ向こうか。あれ？今のとこなんだ？祈祷殿。拝殿行こうよ、拝殿。拝殿行ってなかった。あ、じゃあそっか、そういうことか。分かった。ちょっともう一回やり直そう。ちょっとマジでさ、今日逆回転してるから、私。上手や。ここが拝殿か。じゃあこっちに書いてあったのかな、その恵比寿これ今年の主なり。あんまりよく調べてこなかったんだよな。あ、自分でやっていいのかな。あ、やった、自分で払える。これ左右左で払うんだよ。いきます、ありがとうございます、という感じかな。混んでる、みんなゆっくりお祈りしてる。今日はね、東海中にいいことがあったんで、まあ、これ言っちゃいけないから、ね、言えないんだけどだからね、おみくじは引かずに帰ります。
ってさ、せっかくものすごくいいことがあったのにさ、なんか嫌じゃない、なんかやばいやつ出たらおみくじで。だから今日は引かずにそのまま行こうと思います。しかしすごくいい天気だわ。でもなんか本当になんか東海中はね、涼しくて、いい風がすごい吹いててね、今日すごい登りやすかったと思います。ありがたい、ありがとうございました。邪魔しました。この富士そうめん美味しいよね、これ大好き。富士そうめん買ってきたいけどバリバリに割れちゃうかな。お品書き、釜揚げ太そうめん、乳麺、どうしよう、なんかちょっぴりやっぱり柿の葉寿司も食べたくなっちゃうよね。行こうっと。いらっしゃいませ。やっぱりですね、疲れた後は温かい乳麺ということで、こちら乳麺と柿の葉寿司のセットにしました。三輪といえばそうめんですからね、やっぱりそうめんを食べずに帰るわけにはまいりません。かまぼこかわいいのが乗ってました。柿の葉寿司、うん、美味しい、美味しかった。あ、ここじゃない、私があの飲みたいって言ってた三室杉のお酒のお店、ここここ三室杉、日本酒アイス、酒粕美味しそう、買っていこう。すごい、私いっぱい買ってしまいそうな気がするんだけど怖い。春酒気になるな、ちょっと大きいかな。春のお酒って、はい、あれちっちゃいやつですか、あれが一番ちっちゃい、あ、ちっちゃいのね、あれですか、あれです、冷蔵庫の中段に入ってるやつです。はい、これ開けたらすぐ飲まなきゃダメですよね。開けたら3週間ぐらいで、冷蔵庫で3週間、はい、キュッと閉めといて買っててみようかな。美味しいですよ、軽やかでラムネみたいなシュワシュワとしてて、シュワシュワとするんですか、はい、シュワシュワと、この檻が入っているので、うんうん、これが振りますか、シュワシュワ、一回こうやってこれぐらいで、このぐらいで、ああ、じゃあさっき濁ってたんですね、そうですね、そっかそっか、はい、これで、じゃあ、うん、これで大丈夫です、はい、なんだかものすごい買ってしまった。なんか春のお酒と、あとね、あのうちのね、ママンがおそうめんが大好きなの。だからママにおそうめんのお土産を買ってみました。なんでちょっとね、私今日はこの後ね、あのもう一箇所行きたい場所があって、電車でまた30分ぐらいかな、1時間ぐらいかかるのかな。見つけた、干し柿見つけちゃった。こんにちは、2つください。はい、持って帰ったら冷凍に入れといて、冷凍、はい、そのまま放っておくとカビ生えちゃうよ。あ、とても美味しいです。あと2日ぐらい置いといても大丈夫ですか、冷蔵庫とかで。今ねちょっと旅行中なの。旅行中って冷凍のやつ入れようか。ああ、確かに、けどな、ほんまに抜くとこ分かんといてや。あ、はい、了解です。優しい、優しい。なんかね、ここの干し柿が美味しいんだって。
んか冷凍のやつ出してくれた。めちゃくちゃ優しい。あれちょっと一回、さっきのホテルに戻って荷物預けてあるからピックアップしたら移動したと思います。トミオじゃなくてトウの子なんだよ。どこに行けばいいのかな。周りが畑で全くわかりません。見てる感じ。やっと着いた。寒い。足が結構寒い。